山さんです。今日はですね、熊本ゴールキーパースクールの大津校に来ております。はい。で、今日のトレーニングはブレイクアウェイのトレーニングやっていきます。はい。で、今日の大津校は20人ぐらいね、今日来てくれてるので、多くの選手にね、トレーニング、やっていくんですけど、ブレイクアウェイの中でも今日はプライオリティの理解っていう部分ですね。プライオリティっていうのは優先順位っていうんですけど、プライオリティの理解っていう部分やっていきます。はい。でその中で、プライオリティの中優先順位を抑えていくんですけど、優先順位の中でも今日は、相手のトラップが大きくなったところをフロントダイビングでバッてボールを奪うっていうところをやっていくので、今日もですねしっかり熱いトレーニングやっていきます。はい。じゃあね、まずトレーニング映像と、インタビュー動画の方からご覧ください。6年の白田桐です。スクールに入ってよかったことは、試合中での声出しや試合中での声出しが大きくなったことです。今日の目標はシュートブロックです。4年の田代龍吾です。スクールに入って良かったことはポジションが前よりも良くなったことです。今日の目標はフロントダイビングをうまくすることです。今日の感想はシュートストップやフロントダイビングをうまくできたのが良かったです。フロントダイビングをうまくできたことが良かったです。はい、動画見てもらったと思うんですけど、今日の大津校はブレイクアウェイのトレーニングを行いました。その中でもプライオリティの理解っていう部分をちょっと抑えてやっていったんですけど、まずねやっぱり優先順位に沿ってシュートがないときは最後トラップが大きくなったところをフロントダイビング狙うっていう部分をプライオリティの中でもね抑えてやっていきました。はい。で最初の方はねなかなか前に出れずにゴール守れない選手が多かったんですけど、やっぱりトレーニング積んでいくことで、前にね果敢にプレーして、やっぱりペナルティーで入った時はやっぱりキーパーがね後ろ向きになるよりも前向きにねプレーした方が、やっぱり相手はビビると思うので、そこがね非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。で今日はですね熊本校、やっていくんですけど、今日の熊本校もブレイクアウェイのトレーニングやっていきます。はい。でその中で、今日はちょっとアプローチのタイミングっていう部分を、やっていくので、まずはですねトレーニング映像と選手のインタビュー動画の方からご覧ください。はい。じゃあ学年と名前を教えてください。4年生の森太です。はい。スクールに入ってよかったことは何ですか？スクールに入る前はゴール来た時にジャンプしてから怖くて取れなかったけど、スクールに入ってから痛くない取り方を教えてもらったので。おお、はい。今年の目標を教えてください。学校ので練習試合とかで1点も失点しないことです。名前お願いします。3年の上島ひびとです。スクールに入って良かったことは何ですか？最初はボール取るだけでもビビってたけど、キーパースクールに入ったらボール取るのもあんまビビんなくなったです。はい。じゃあ今年の目標は何ですか？ダイビングとかをして取れるようにしたいです。はい。
そしてテンポ上げていけ。はい、ローテーション。次のキーパー。はい、はい、ナイス。はい。ゴロ置いて、構える。で、ゴロ。はい、グランチャー。構える。はい、ゴー、よっ、おー、ナイスキーパー、素晴らしい。じゃあ今日の感想を教えてください。今日はオフェンスがゴールに、詰めてきてないのにオフェンスの方に向かっていったので、そこを直したいです。はい、お疲れ様でした。今日のトレーニングの感想を教えてください。最初のパスしてボール取った人が前に行ってシュートするみたいなやつをもうちょっと止められるようにしたかったです。もう一つは2人でやるやつをもうちょっとトラップミスとかしない方が良かったと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日の、熊本校はブレイクアウェイのトレーニングを行いました。で、その中で今日はアプローチのタイミングっていう部分をちょっと抑えてやっていって、キーパーの、出る出ないの判断っていう部分をちょっとやりました。はい、でやっぱりどうしてもね、オフェンスが、キーパーに向かってきてない状況でもキーパーが前に出て横パスやられるっていうシーンがやっぱり多かったので、そこをね、ちゃんとキーパーに向かってきてくるときはキーパーが前に出てアプローチするっていう部分をちょっとね、中心に今日抑えてやっていきました。はい、でやっぱり多くの選手が最初の方はできてなかったんですけど、だんだんね、トレーニングを積んでいってできる選手が増えていったので、引き続きね、熊本校、だいぶね、雰囲気も良くなりつつあるので人数も増えてね、はい、でそこをね、しっかりともっともっと強度高めてやっていきたいと思います。はい、でね、熊本校は随時無料体験の方も募集しているので、ぜひ興味のある方は概要欄の方貼っておくので、そちらの方をご覧ください。では最後にですね、チャンネル登録といいねお願いします。Blink of an eye, May turns into September.